第50話、アーリンとナズナのどっちが可愛いかって話。彩り緑のギター、ナズナです。今ね、私とアーリンでどっちが可愛いかって話してるんですよ。アーリンも可愛い動画たくさん持ってるんだけど、私もたくさん可愛い写真あるから、もう幸せです。可愛いよね、ワンちゃんと猫ちゃん。それでね、こっちが公園の方で見かけた子でね、ちょっと目つきが悪いんだけど、すっごーく人懐っこくてね。うわ、本当だ、目つき悪ー。でも写真がこんなに近いもんね、全然警戒しないんだろうな。そうなの。あとね、目つきが悪い子だとこっちのね、猫派は手数が多いな。外に出歩く分、知らない子に出会う回数多いわよね。この子も可愛いし、この子も、この子も。私も負けてられないわ。偽造のワンワン動画発動。なになに、可愛いな。友達のうちの子なんだけどね、こいつがね、向こうからトコトコトコってやってくるじゃん。でね、ワンワンワンって。可愛いな。小型犬か。あ、何かアピールしてる。なんだろう、抱っこしてって言ってるのかな。その割にね、抱っこしようとしたら逃げるんだよ。おかしいよね。可愛いな。可愛い画像見すぎて可愛疲れしちゃった。猫ちゃん写真ならまだまだあるよ。ナズナ、道で猫見かけるたびに写真撮ってるもんね。これこれ、夜コンビニに行ったらね、猫ちゃん集まっておしゃべりしててね。あー、大集合してる。猫大集合、まっしぐら、にゃーにゃーって。もうね、こんな様子、私本当だね。かわいい。かわいい。どうしたの。じゃあ私もとっておきの動画をお見せするね。何、とっておき。親戚のとこのランちゃんって言うんだけど。女の子なんだ。いや、男の子。ランちゃん、生まれた頃から知ってて、私が名付けたのね。名付け親なんだ。名前はランスロットって言って。海外の方。うん、純日本生まれ。そうなんだ。ちょっとアーリン似で可愛いよ。そうなの、ボケっとした顔してるでしょ。頑張るために戦った結果がこれとは、なんて不毛なの。戦いは何も生まないね。